グラちゃんを前に行われた火の鳥日本の女子会。集まったのは、今回が3度目のグラちゃんとなる日本のエース木村沙織。漫画アタックナンバーワンにも登場、ポイントゲッター江畑由紀子。攻守にわたりチームの鍵を握るオールラウンドプレーヤー新鍋梨沙。果たしてどんな話が飛び出すのか。本当だね。この3人といえば、ロンドンオリンピックで日本を28年ぶりのメダルに導いた立役者。いや、これいい試合だったよ。話題はそのロンドンオリンピックについて。ロンドンオリンピックとか、なんかすごい昔のことに感じる。私、サッカーの、あの吉田麻也選手、ああ好きって言ってたよね。あ、そうなの。タイプかっこいいですね。写真それで撮れなかったの。結構こういうコミット話してるのね。残念だね。ずっと言ってたもんね。お友達になれず、もったいない。あ、でも今柿谷選手すごいね。いや、この本当色恋沙汰ばっかりじゃない。今回3人には井本が気になるテーマを用意。選手たちに引いてもらった。最初のテーマは木村沙織のキャプテンぶりを評価。なるほど。沙織さんがキャプテンになって誰でもなんか言い合えるような感じは、風通し良くなったんだ。いいと思います。大変だと思ってます。キャプテンやってくれる。いや、ちょっと大変なんだ。私があんま喋んないもんね、もともと。小野さんに喋れ喋れって言われてもいつも喋んないようだったから、もっと引っ張んなきゃなっていうのはすごい今の反省点、課題。全然今のままでいいと思います。若いメンバーが多いから、沙織さんとかすごい大人に感じます。でも林さんの方が多いですよね。私元年なんで。あっそう。なんか老けたなとは感じる。いやいや、十分若いよ。そんなことないよ。では井本さん、1分間で火の鳥日本の魅力をお願いします。もちろん言われなくてもバシッとありますよ。これでも皆さん見て分かるように、すごくやっぱいい雰囲気じゃないですかね。ふわーんとした感じのね。これね、でもこのね、いい雰囲気をやっぱ作ってるのが那須川新キャプテンに就任いたしましたこの木村沙織選手なんですよ。ただ意外なことに木村選手、このバレー人生初のキャプテンなんですって。やっぱ真鍋監督がわざわざチームトルコまで足を運んでキャプテンを引き受けるよう口説き落としたそうですよ。なるほど。上田さんがね、この私を口説き落としたように、ごめんね、あの時我慢できない、バカ野郎。すごいな。いや、すごいな。恥ずかしくなります。というわけでですね、あのいろんな情報を得たんですけども、上田さん、なんとあのGoingは上田さんがキャプテンだからまとまらないって、徳島なんか言ってましたよ。もう言い放しました。いや、あのね、和を乱してんのはあなた。っていうか、そもそも俺キャプテンじゃねえし、いや、ごめん、お前、後半30秒バレーの話題なんもなしやろ。なんかあっただろ、他に情報。そうですよ、本当に。いや、勉強だったな、いろいろ。なってないわ。30秒でいけたわ、これ。この後、さらにすごいやつが登場いたしますよ。ぜひ。大丈夫です。火の鳥日本の女子会、続いてのテーマは、お互いのすごいところ。まずは、木村のすごいところから。同士だからこそ分かる。沙織さんは、チームが、もう、絶対、やばい時に決めてくれる。なるほど。そんなところ打てるのみたいな。すごいエグいコースに打つ時にすごいなって。ゴーイングでご紹介した木村のエグいコースへのスパイク。手首の柔らかさを生かした天才的なテクニック。相手ブロックを一瞬でかわし、エグいコースに打ち込んでいる。すごい。続いては新鍋のすごいところ。リサは落ち着いてるよね。安定感絶大。若いのね。新鍋の真骨頂がゴーイングで紹介したサーブレシーブ。
攻撃の第一歩となる新鍋の的確なサーブレシーブはチームに欠かせない武器。そうやな、リサはセンスがある、うん、サーブレシーブとかもなんで変えるかわからないけどすごい上手、ありがとうございます。サーブレシーブやってない人に言われてもね最後はサーブレシーブはしないポジションの自分が苦手だからこそすごいなってねロンドンオリンピックでは木村沙織に次ぐ94得点をマーク。その凄さとは、エヴァは本当に決定力、ポイントをゲッター、決めなきゃやばいみたいな時に済ました顔で済ましてる、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 本当にやっているのか。結局これがすごいとこなの。得点シーンを確認すると、うんうん、あでも確かに余裕の表情は、うん、私初めて、初めてリサも初めて、うん、本当テレビで見てました、妹さんとか、そうか、妹は2回目初めて、じゃあお前の方が先輩だ、表彰台に乗れるっていうところでドミニカに負けたの最後。ドミニカもう本当に頑張れば負けるとこ相手ではないじゃん、メダルがかかった試合でそんなしたことなかったから、そうすごいなんか悔しかったっていう印象しかない。前回のグラちゃん、木村はエースとしての役割を果たせなかった不甲斐なさに自分を責めた。あの涙から4年、キャプテンとして成長した木村が再びグラちゃんに挑む。最後にそのグラちゃんの舞台でやってみたいガッツポーズについて3人に聞くと、いいね、いいね、サワさんのガッツポーズ好きで、なんかほうって感じ、女子っぽい感じね、こうやって、ああ細かいやりますよね、ここは、はい、ここでいや、それはでもガッツポーズなのかな。その木村選手ら全日本女子は軽めの調整を行い、明日名古屋へ移動。そして木村沙織選手からメッセージです。上田さんこんばんは、木村沙織です。もうすぐグラちゃんが始まるんですけど、ね、私も上田さんのように世界を沸かせるようなプレーをしたいと思ってます。ぜひ応援よろしくお願いします。